ご視聴ありがとうございます。ラーメン変人による、ラーメン専門チャンネルでございます。今回は、前回ご紹介、しました、佐田助そば屋の冷たい、肉そば、こちらから感化されまして、おそばについて、個人的に私なりに語ってみたいと思います。前回の動画で私は、おそばの場合は基本的に、レンゲがないので、最初からこうあのおそばと、おつゆをいただくというところに、一体感を感じると申し上げましたが、実際はなんか個人的な感覚で よくよく考えますとそうではなくて、おそばを引き立てるようにそばつゆってあるんだなっていうふうに、帰着しました。その理由っていうのはですね、あの乾水を配合した、中華麺とは違い、そば粉っていうのは非常にあの香りが独特なので、そばつゆと一体感を示すというよりも、そばつゆが、麺の風味を引き立てるようにある構造、これが、基本的なおそばなのではないかというふうに、ちょっと帰着しました。ですので、おそばの場合はおつゆが基本的に全部構造が似ているんです。多分そんな気がします。このおそばとおつゆの、組み合わせの場合っていうのはやっぱり鰹節とか昆布とか、あとはまあ砂糖とかですね、あとまあみりんとか使われるのかもしれません。まあその他さまざまでございますけれども、これが基本的に、この節昆布あたりが基本的にやはりそば粉、まあそばの風味を引き立てるのでがゆえに、おそばのつゆって全部基本的に似てるんだと思いますね。でラーメンとは、ラーメンっていうのは全く逆の可能性をはらんでますね。もうさまざま鶏 100% であったり、まあ鶏豚節昆布煮干し、いろいろもう香味野菜、であったり、その節 100%、煮干し 100% の一杯であったり、またはフルーツ系ラーメンであったり、中華麺の場合っていうのは、そういった、ものとですねこう一体感を示すっていうのがやはりお蕎麦との違いかと感じます。お蕎麦とラーメン、中華そばの違いかと感じます。で、うどんの場合はですね、水、小麦粉、塩ですね、そば粉ではなくて、そこに乾水が入りませんね。なのでまたこう透明感が強く、中華麺よりも乾水が配合されてない分透明感が強く、カルボナーラ麺とかですね、そういったジャンルもありますね。カルボナーラをつ、と合わせたうどん、つまりうどんの場合は、中華麺と違い乾水が配合されておりませんので、和洋折衷より透明度が高いので、和洋折衷、このブレンド、はい、この組み合わせにも、割と透明度が高いので、合う、というところでございますね。そしてやはりそば粉の場合はですね、独特の突き抜ける風味が、ありますので、こちらはやはり和だし向きなんでありますね。なので、スープが、まあ悪く言えば、一辺倒、よく言えば、その一辺倒を基軸に、まあ、鰹節昆布などを基軸に、鶏を強めにしたり、抑えめにして甘めを強めにしたりというそういう振り幅があると。そして、そこで、強く申し上げたい部分、ここが一番申し上げたい部分ですけれども、お蕎麦であるから必ず和だしである必要はない。もしかしたら、見知らぬ、すごく合う組み合わせもあるかもしれませんね。豚だしであったり、もしくはフルーツ系とかですね、すごくぶっ飛んだところに合うのか、合う可能性もありますよね。でございますので、今現在輸入品、まあ輸入の小麦粉ですね、これがめちゃめちゃ高騰しております。なので、国産のそば粉、まあ国産のまあ小麦粉でもいいと思いますけれども、まあ高いんでしょうけれども、それらを使った、または米粉も面白いですよね、冷麺などで使われる、そういった麺の視点からブレンドを変えてみると。で、なかなか難しい、天才的な領域といいますか、可能性の領域になると思うんですけれども、そば粉と全くこうそばつゆではないスープと合わせてみる、米粉のフォーのようなですね、麺と、または冷麺のような麺と全くこう違う可能性のあるスープを合わせてみる、そういった部分
にですねチャレンジしてみる、そういった表現をしてみるのも、これからの麺料理にはもしかしたら必要なのかもしれないと個人的には、ラーメン大好き、ラーメン中毒人間としては考えて、考察してしまいます。すいません、冷麺には必ずしも米粉が使われるわけではないですね。まあそば粉と米粉の可能性、ここを申し上げました。まあ必ずしも、ラーメン中華そばである必要はなく、米粉、このそば粉を使ったですね、限定であったり、そういったものでいいと思うんですけども、一杯を突き詰めていくというのもこれからの時代に合ってるのかもしれません。これからはラーメンという、くくりというよりも麺料理というくくりで、小麦粉以外でもそば粉、米粉などを使った、一杯、そこに面白くこう乾水をブレンドした一杯、そういうのも面白いですね。はい、それでは、家族旅の、景観であります。2022年7月17日は、平泉にあります中尊寺に来ました。この後は毛通寺に来ました。最高の景観でありましたね。この後は、もう喋りません。ではどうもありがとうございました。よろしければ、景観をお楽しみください。Thank you.